今がずっと続けばいいのに。おいっす、こんにちは、メルです。今回は強化された的を桜使っていこうかなと思います。スキブが編集前2個つきました。で、変身ターンは25ターンに縮まりました。で、的を桜変身後は6解除ついてます。これ運営さんテキスト書くとこないんですけど、回復以外から闇作ろうっていうか、もう回復も作ってくれ回復一緒に作ってんか、無理か、回復って感じ。はい、あららぎくんはあららぎくんをつけてます。まあここは別に毒武器だったらいいんで、ドクターストレンジの武器とかでも、ドクターストレンジにするか、いやどうしようかな、暗闇、まあいつものごとくドクターストレンジにしとくか。これ強いんですよ、このドクターストレンジの武器。これ十字消しがあるのでこれにしてますけど、いつも。で、バステトの方には遅延で雨宮の武器をつけております。野姫の方にはコットンで、まあ激減要因だね。はい、で、ここは非属性枠欲しかったのと激減要因で、これはダメージ向こうの、まあ、上位互換的な感じつけてますが、基本的にこいつはこいつのスキルで打っていうことが多くなるかなと思います。で、的桜はレーバーテン同じです。これで HP はモリモリのモリモリだくさんなんで、なんと奇跡受けれます。はい、軽減とかこの本人のリーダースキルだけで。で、初手はとりあえず遅延します。めっちゃ食らったわ。で、これね、とりあえず耐えに耐えます。最初は待って、ミスった。待って、張ってない。やばい、これ死んでなよしよしよし、いいよ。ここでしっかり耐えて、さあ、変身していきます。これもう容赦なく倒していきましょう。ちょっと闇残しで、で、この半減もあるので結構いい感じに立ち回れるし、あー、ただ次変換がね、欠損しなかったらガードブレイクでぶち抜けるんだけど、しました。73,000、耐えれる、多分耐えれる。73,500が飛んでくるので、73,500まで回復しとけばできます逆にそこまで大丈夫、そこまで。ちょっとやってみようや、ちょっとやってみよう、試しに。多分いけるんじゃねえかな。こんなに消す意味があるかわからんけど、回復しきれよ。よしよしよし。ある。これ耐えれるでしょ。60万でしょ。よっ。まあ、欠損って言っても一応、あれだからね。激減入るからね。ちょっとデモリッションガン溜まりそう。ロック解除ありますから。これね、削りすぎが怖いんよ。削りすぎマジで怖い。マジで危険です。天の杯に溺れなさい。
一応追撃組むつか追撃あるこの編成あるわ。いや多分大丈夫なんよ。一回やった時大丈夫だった。でもその時エンハンス打っとったか忘れたんで、一応ね組んどきます。いや多分半分終わりで止まるとは思ってますけど、もし何かがあってもいいように、削るんなら削るし残すんなら残せよ。あーいい完璧。じゃあエンハンス買ってちょうどいいんじゃないかな。むしろ OK、これは間違ってない。中途半端に残したらまずいもん。あちょっと闇次のターンやばいって、やばいって。よし OK で、孫権来ても素で耐えれるし OK。 無効貫通これね結構削るっすよ、結構削るっすよ。これ色なさすぎだろ。チンコいっか、ちょこれ打つわ。コットン別に耐えれるよ、耐えれるんだけど縦払わなくてもね。連発打ってないんだけどまあいいや。これでああいいね、あの根性まではいかないと思う。いいねいいねいいですね。これで80倍以上強化保って、あっいやここはマジで容赦なく組んでいいけど、ここは残すっていうこれで完走すると思う。80倍以上あるかなこれ、ないか。まあでも抜けるだろう、抜けるだろう、なんだろよーし。でちょっと待って、リュービーはまずいかな。よしよしよし、正解、多分正解、これは正解です。で一旦これでで適当に消して受け切ろう、適当に消して受け切ります。別にさらに半身張ってもよかったけど。おはようございます。ということで昨日の夜撮って、大国に負け、今日の朝はい来ました来たぞーっていうことで、耐えますんでここ大丈夫です。初手何も打たないです。ちょっとやばい、眠気が鳴る4時まで起きてたからなかなか眠いぞ。ちょっと残すか。とにかくまあこいつの弱い点を述べるんだったら、やっぱり回復を消しちゃう点なんだよね。スキルでリーダースキルはね、それ以外はもう本当に強いです。はい、めちゃくちゃ強いと思います。打ちます。次はシェリアスだから先制攻撃はないので、大丈夫でしょうと。普通に多分5個消しで沈むでしょう。いいよ。でシェリアスの、まあ、吸収まではちょっとさすがに今回は対策しておらぬので、まあルーツが来てくれるとすごくありがたい。もうシェリアスはねもう何吸収されても正直ねちょっとね OK ナイス怖いんで、でオデドラも嫌だねいろいろわがまま言うんだけどオデドラも嫌だね。ちょっとだけ耐久します。これで1,2,3,4,5、まあまあまあ多分ハート、これなー、これさー回復もし欠損させられたらたまったもんじゃないよ、たまんねえよお前。ナイスあーモンハンコラボが来るなー、悪夢だ。こうするか、オッケーでしょう。 80% はないかもしんないけど、まあいけるでしょ。よいしょー、ナイスーでオッケー、ネプドラン、おネプはおネプ、うわーちょっとそれめんどくさいな、それめんどいな。ルーレットどこやってもさ無効貫通に干渉されるからもう嫌だと。あ、ちょっとなんか、なんか、なんか欠けてたんだけど、無効貫通。よし、もうこうやって地味にやっていくしかねえよ。よし、多分 80% 切ってればそんなに削んないと思う。OK、OK、OK。いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？
じゃあいっぱいつながるなこれ。もう干渉されるの嫌なんだけど。さすがにいったんじゃないこれは。闇にセットパーンチ、オッケー。よし、ボスまでたどり着いたんで僕は満足しました。よし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 、もうこっからはね、まあ、回復さえ欠損しなければ、だからまあ結局ルーレットってプラスなんかな。回復欠損しなければ負けることはまあないので、もう欠損したら負けだと思ってください。L 字ないんかい。待て待て、 L 字ないの。はこの編成 L 字ないんだけど。まあいいけど、ロック解除できるから。いや、この編成 L 字ないの。誰だよ、 L 字入れてないやつ。OK、 3セット決まればさすがにいけるし。 OK、 じゃあもうここでこうトーン打って、あ、待って、順番違ったわ。絶対こっちからの方が良かった。絶対こっちからの良かったわ。で、無効貫通で飛ばそう。よし、まあさすがに光属性だしな、あいつ行くでしょう。まあまあ削るね。むしろやばい、むしろやばいんだけど。ここでね、激減するじゃん。で、バステット打つじゃん。で、ここは耐えます。とりあえず耐えて弾いて、よし、これでここで 80% 以上を保った状態でぶん殴ります。1234567、さすがにこれは抜けると思います。いや、これはかなり火力出るからいけると思う。よーし、危な、なんかあぶな、削り削りあぶな。いやー、ちょっと 80% 欲しかったな、最後。僕には秘策、ザ・土下座がある。まあさすがに行ってもらおう。操作時間がさ、バステットの方が多分長い。いやー、ちょっともったいないな。最後もうちょっとしっかり決めたかった。完璧な立ち回りをしたかった、最後まで。よし、これで多分生きるでしょう。あんぐらいは削れるでしょう。落ち込んゼロ。よし、ナイス、オッケー。はい、まあそんな感じで回復欠損さえどうにかできれば勝てるかなと思いますんで、よかったら使って、見てください。サブとしても非常にいい性能なんで、あの、購入考えてる方はぜひね。あとモンハンコラボも強いと思います。まあ、マトウサクラは買ってほしいかなって思いますね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。